東西賞受賞の名品。お、なんか柿っぽいじゃないですか。柿深いなこの味。干し柿の、干し柿のヘタを表していて、牛皮がこの身ね、身を表して、干し柿を細かく切ってそこに練り込んであるんです。この餡の中に柿を感じさせるではありませんか。この柿色をね、名門堂の名門さ加減が。成長16年、400年以上の歴史がある。江戸時代は宮津藩御用菓子塚さんだ。ご機嫌よろしゅうございます。落語できる和菓子 YouTuber 三遊亭流楽です。さあ本日もお取り寄せシリーズでございます。今回のお品はですね、京都府福知山市のなんと名門堂千原さんの里柿というお品でございます。さあ早速パッケージご覧いただきましょう。こういう感じですよ。どうですこれ。もう里柿のなんとなくこれひなびた里の山里の風情が感じられる素敵なパッケージではございませんか。ですがここにやっぱりね書いてあるのがもう総裁賞受賞の名品と出てます。もういろんな賞を受賞されております。さてさて、どんな形かな。じゃあ中この箱を開けて、中がどんな感じになってるかね。もう里柿蜜になってます。すごい蜜。これいけるかな。これは倒れて崩れていけないから、このぐらいしとこう。はい、さてこの蜜なるものがどのようなものか。あーすごいやっぱ柔らかそうだ。わ、じゃあ里柿ちょっと里柿盛ります。せっかくだからこんなにあるんだもん。里柿を一つ一つ積み上げる。これ積み上げられる。これこの中いくのかな。おいいじゃないですか。里柿積み上がりました。そして、最近はねこういう形にするようにしてるのね。どうですこれね。皆様にご覧いただきやすいように里柿。はい、もう一つ。じゃあこの私の、食用に、まあ、いきます。里柿ね、すごいねこれ。可愛いんだもんね里柿。ちょっとこっちかよ。細かいね、わざが細かい。これあーこういうもんね。これもこれ、あらこういう感じですよ。こういう感じ。まだわかんないですよ皆さん。これ見ただけじゃ、おなんか柿っぽいじゃないですか。柿ね、こういうふうに、ご覧いただいて どうでございますかね。そしてああ、おこれが上か。これ上の感じですよ。で横をこうちょっと ご覧いただいて どうかな、見えるかな。横ね、ぐるぐるとこう回しましょうか。こんな感じでね、こういう感じ。どうです里柿。里柿え、なんか分かるなこれ。ちょっとえ、じゃでも、まあ、いただいてからね、まずね頂戴します。これもガブリいきます。うん、さ柿だからね。深いなこの味。いや素晴らしい。うわー気持ちいいわこれ。すごいこれ砂糖なんですよ周り。さーっと甘みが来るんだけど、甘みでわっと思うんですよ。思うんだけど、これまた牛皮でしょこれ。牛皮とその中のあん、これまた牛皮がまたうまくて、その中にまたあんがね違うんですよ。また一工夫二工夫あるんでしょ、おそらく。そのあんのそのなんともこうこ濃さというか、そうある種のこの濃密なあんなんだけど、それがまた、こうさっぱりっていうかな、こう なんていうかな、こう味わいごたえのある味なんですよ、すごく。
これ砂糖柿ちょっといきましょう、もう一つ。いやいや、こんな可愛らしいもんでしょ。いや、こんな失礼して、ここもうちょっと大きくてもいいかなと思って、大物です。こんな小ぶりな使ったでいいと、大物。これはね、どんな風になってるか、おちょちょ、あ、これちょっと今私が乱暴に開けすぎた、乱暴に開けすぎたけど、砂糖柿保ちました、保ちました。これちょっと切る、これちょっとどんな感じか。いやー、これね、あ、ちょっとこれはちょっと物の本と扱い、ちょっと、あ、ちょっと、まあ、いや、まあ、ちょっと手こ佐藤脇さん、ちょっと手をちゃんと拭かせていただきます。これちょっとすいませんね。ね、佐藤脇のこれを見たら、そうなんですよ。これね、あ、使ってるものね、そう、これのね、これのねって、これのですね、ここがね、下手になってるんですって、下手。あの、要するに、干し柿の下手を表していて、そこに、で、その、牛皮がこの身ね、身を表してると。そしてその、周りに白、なるほどなるほど、牛皮が見てもっとこの白い粉って干し柿つきますよね、それを砂糖で表してる。うわうわうわ、それを、そしてあんは、あ、これだった、秘密分かりました。干し柿を細かく切ってそこに練り込んであるんです、このあんの中に。これちょっとね、少しカットしましょうか、ね、せっかくだからね、このあれでもって切らせていただきます。切ってね、あ、これね、もうね、最近私もね、年齢的に至近距離でした、ごめん、至近距離厳しいんですよ、意外に。うわーっと、大丈夫です。うん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 、いや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 、こういう感じ、どうですかこれ、わかるかな皆さん、この感じ、え、これですよ。え、だからやっぱちょっと柿を感じさせるじゃありませんか、この柿のほんのり、あの柿色をね、だってその柿入ってんだもん。で、こういう形で、こちらほら、下手を感じさせるように、そこのところに、姿を、ちゃんと顔を出してるんですよ、このあんが。そしてこの周りに、この、ね、白い砂糖をつけてるという、この手仕事の細やかさ、心遣いの繊細さ、恐れ入ります。じゃ、ちょっと、砂糖柿もう半分いただきます。これはね、食べ応えがある。すごくね、こう、牛皮やっぱりさっぱりしてるから、非常にこのあんがね、重厚なの。重厚で、それがね、全然苦にならない、その重厚さが。じっくり味わえる、もう最初もして深いと奥深さがあるんですよ、これ。さすがですね。だって名門堂って自分で歌ってんだから。だってもちろん名門堂って、あの、実際ね、歌えるだけの名門なんですよ、こちら様は。歴史何なんだろうな。とにかくね、大変ですよ、これ。名門堂さん。びっくりしました、これ、名門堂の名門さ加減が。え？慶長16年。久しぶりに聞いたね、慶長。慶長16年、1611年、400年以上の歴史がある。で、宮津藩の江戸時代は宮津藩御用が出家さんだって言って、でも、素晴らしいね。これがなんと、もう、これ一本でもう、まあ、他に和菓子もちろんあるんですけど、この一本だってすごいですよ、これ。ねえ、これもう嬉しいのが、佐藤垣さん、可愛くて、品もいいじゃないですか、姿もいいの。しかもこれがそんなに、その、なんて言いますかね、こう割と、こういう点で、やっぱり、皆さんに味わっていただくってことでしょうね。本当にリーズナブルに、注文できるような形で、販売もされてて、しかも、これだけね、手間暇かけて作ったものを、ね、それをですね、そういう風にして売っていらっしゃるという、そういう志も素晴らしいではございませんか。本当にね、名門堂の名に恥じない。こちら様ね、名門堂千原さん。もう一回見せますね、このお姿。ね、これですよ、これ。これでいて、これ、なんともね、これね、素晴らしいわ、本当に。はい、これ以上私ちょっと、後でじっくりいただくとして、こっちの方は、じゃあ、頂戴しちゃう。もう
やっぱすごいわ。いやー、なんかこの2つ食べただけでものすごい満足感ありますね。お茶飲みいただきます。お茶もちょっともう一口いただこう。お茶受けとしても最高でございます。素晴らしい。飲み込みました。本日は、あ、そうそう、とにかくね、これね食べなきゃいけません。とにかくぜひ召し上がってください。このリンク貼ってございます。概要欄ご利用くださいませ。私のチャンネル登録のもよろしくお願い申し上げます。本日は、京都府福知山市名門堂千原さんの里柿をご紹介させていただきました。誠にご退屈様でございました。